久保さんさすが久保さんですね。展開してきましたね。横に展開。<laughs> なるほどね。確かにね。なるほど。さ、させる金がなかったらないあの無理ってことですね。確かになるほどね。うん。まあ昔ね、僕はね、この雨が降ったら傘をさすっていう、この松下幸之助さんの言葉に僕はあ、雨が降っても傘はささないっていうね。 まあこれはちょっと今度は雨が降っても傘は差さないっていうね。僕があったんですよ、持論が。俺は濡れてもいいと。濡れてもいいみたいなね。どうせシャワーで浴びんだからみたいな。うん。それは濡れてもね、濡れてすぐ別にシャワー浴びればええやんみたいな思ってたんですけど、まあ、時と場合によってそういうシチュエーションじゃない時もあるじゃないですか。すぐシャワー入れないっていう時も全部がそのシャワー入れるわけじゃないんで。 これはね、ちょっと微妙でしたよね。濡れて、すぐシャワー浴びれなかった、からね、びちゃびちゃだし。そう。だからね、まあ、あとね、傘が、やっぱ、あの、邪魔なんですよ。うーん、だからそういうのもあって、僕、嫌いだったんですよ、傘をさすっていうのが。あ結構ね、この雨が降ったら傘をさすの言葉に関しては、俺はそうじゃないなと思ってた部分があるんですよね。うん、俺は違うみたいな。 だけど、なんかいろいろ勉強してきて、まあ結局そうだなっていう。<laughs> その通りです、松下さんと。感服です、みたいなね。<laughs> まあ素直に生きた方が、まあいいよなっていう。うん。なんかまあ、俺はこうじゃないとか、俺はこうだっていう、なんか、まあそういうのもね、生きていく上で、まあ、あってもいいと思うんですけど、まあ素直にね、やるっていうのが一番いいと思いますし、素直にやらないから金稼げないだけであって、 うんでこの素な、じゃあ今度、素直にやったら金を稼げるんですかっていうふうな質問をくる人がいるんですけど、そもそもそれが素直じゃないよねっていうね。奥 <laughs> 間長者合宿に参加したら稼げるんですかみたいな。素直だったら稼げるんですかみたいな。いや、お前もうその時点で素直ちゃうやんみたいなね。もう、この、なんだろうな。あの、あれですよね。だからまあ、成功する上での、なんだろうな。うん とても大切なピースですね。このピースがなかったら、パズルを完成させることが難しいっていうピースは、本当素直であると。うん。やっぱ、久保さんがね、素直じゃなかったら今の生活ないですよ。いや、いや俺はマージャン店としてやってきたんだから、マージャン店を何度か V 字回復させる方法を教えろと。いや、ネットとか怪しいんだ、みたいなね。いや、確かにネットすげえと思うけども、いや、怪しいと。 俺はマージャン店で何とかしたいんだと <laughs>、ね。ネット、そう、ネットに対してそう思ってて、ずっと、なんか、マージャン店に、あの、固執してたら、多分、久保さん今破滅ですよね。多分、多分破滅してんじゃないかなと思うんですけどね。<laughs> どうすか。な、あれから V 字回復できました。マージャン店のみで。多分、無理ですね。うなん。か新しいそのテクノロジーをやっぱ取り入れるっていうのは、やっぱその違和感あるし、 やっぱその今までにない常識じゃないですか。うん。だからその常識をね、例えば買い物するときにそれを考えるみたいなね、買い物をするとき横展開するみたいなのもなかったし、僕の中では今常識なんで、まあその何かを買うときに横展開して、これをどう回収するか、どう利益に持っていくのか、資産化していくのかっていうのを常に考えてるので、いくら買い物をしても、まあもちろん全部が当たるわけじゃないですよ。でも今回の自転車に関しては僕はいけると思うんですけど、 もうライバル不在なんで。本当にライバル不在ですから。ライバル不在だけど、絶対的なニーズはあるんですよ。まあ、数は少ないと思いますけど。でも、その、欲しいっていう以外の憧れで見たい。だから、フェラーリの動画も、なんだろうな、ランボルギーニの動画も、憧れで見てる人結構多いと思うんですね。こんな車に乗りたいなと。じゃあ、欲しいから調べるんじゃなくて、憧れで検索するっていうね。だから、この需要があるっていう、僕は思ってるんで。 だそういうのも今までその普通に生きてたら考えないじゃないですかそこまで深掘りしてねこれを買うことによって多くの人はねこれが安いか,安いか高いか損か得かぐらいでしか展開できないんですよ僕はもう無限に展開してじゃあこれを買ってどうお金を作っていくかっていうのをすごく考えるわけですよねだから結局お金が入ってくるってことですね傘を買えるお金は入ってくるっていう <laughs> だから要はその松下幸之助さんの「雨が降ったら傘をさす」という言葉に関しても、まあ、久保さんも今回展開しましたけど僕もいろんな展開をして、まあ、今回の展開方法ですよね昔はそういう展開をしてたしうんそうそんな感じですねいってらっしゃい。